吸引ください。いやーこれでも上空断裂してるから断裂してる、まあやるだけやろいけてる、いけてるな、いけますか GoPro。 鳥取大学医学部附属病院救命救急センターの上田貴弘教授、バルーン、バルーンとレベル1。今年2月まで近畿大学病院で勤務していて、京都アニメーションの事件が発生した当日は火傷の専門医として被害者の治療に当たろうと奔走していました。被害に遭われた負傷者を一人でも、まあ、うちはその火傷強いので送ってくれって言って病院に電話して片っ端からかけてたんですけどね。事件の翌日、京都の病院から一人の患者が運ばれてきました。意識不明の状態の青葉真司被告です。見てほしい人がいるって言われて、もしかしたらと思ったら、まあ、やっぱりそうだったと。向こうの治療的にはまあ限界なんで、まあ、先生のところで何とかならないかって言われて。当時青葉被告の死亡する確率は 95%。 この時から4ヶ月間、上田教授は青葉被告の主治医として最先端の治療を施すことになります。全身の9割に火傷を負った青葉被告に正常な皮膚はほとんど残っていませんでした。わずかに残った皮膚の組織を培養し、シート状にして患部に移植していきます。また全身の皮膚を取り除いたため感染症の恐れもあり、毎日2時間かけて数人がかりで体重100キロを超える青葉被告の体を洗浄していました。治療開始からおよそ1ヶ月後、青葉被告は呼びかけに反応するまでになっていました。俗に言うなんかこう葛藤はなかったのかっていうに関しては葛藤はないです。目の前で絶命しかけてる人がいるので救命しないといけないっていうのはすごい、それがまあ一番強い。被害に遭った方とかその家族のこう何て言うんですかね、気持ちじゃないけど、これはその絶命させたらもう全部終わっちゃうっていうのがあって、その落胆させてしまうんじゃないかっていう勝手な僕のこう何て言うの気負いみたいなのがあって、10回以上の手術と24時間体制の看護で青葉被告は去年9月に気管に入れていた器具を取り外し、声が出せるようになりました。そして後日、上田教授にこんな胸中を明かしました。自分は底辺の人間だ。生きてる価値がない。治療開始から4ヶ月、青葉被告は車椅子に移ることができるまでに回復し、京都市内の病院に転院。そして今年5月、殺人や放火などの疑いで逮捕されました。上田教授とともに青葉被告を担当した近畿大学病院の医師は、むちゃむちゃ向き合ったやん。青葉容疑者の会話で何かすごい印象残っていることありますか？ありがとうございますですかね。やっぱりなんかすごい違和感は感じましたけど、それを言われた時のこう自分の感情がですけど、たくさんの、ね、方の命を奪った人ですし、その人をやっぱ助けたんやっていう実感が湧いたというか、まあ、そういうのもやっぱり結構感じました。上田教授は重い火傷を負った患者を一人でも救いたいと、青葉被告を治療したことで得た知識や技術を学会などで発表しています。死なしたらダメっていうような形でやってた、まあ、そして今そこにこうよくだいぶかなり良くなってる会を見ると、やっぱり犠牲になった方を一人でも同じような技術で、救いたかったなっていうの。そして今日、青葉被告が起訴されました。真相究明の場は司法に移ります。究明されたことで
逆に彼はその命の重さっていうのをこう考え直させられたのであれば、まあ、治療した意義はあるとは思ってます。逃げずに向き合ってほしいなと思います。正面から向き合って隠さず話を真実を述べてほしいと。